お疲れさんです。ラットです。というわけで、今回ね、第3弾というわけで、クララオールスター最強決定戦、今日は決勝ですね。決勝、VS みかん坊やさん。というわけで、その試合を見ながらね、いろいろこう話しながらやっていければいいかなと思います。というわけで、さあ見ていきましょうか。さあ、BO3 ですね。BO3、1戦目でございます。まあ、ピスタチオ坊やはみかんさんのサバカですね。さあ、で、僕は今回はこのね、ゴレを使ってるんですけど、まあなんと珍しい。初手ゴレして勝ちたいなと思って。初手ゴレって結構クララ界隈で有名じゃないですか。ね、こう、本当にいいのかみたいな、それはどうなんだみたいなありますけど、けど強いじゃないですか。なんで、こう、みかんさん相手に初手ゴレで勝ってやろうと思って、初手ゴレデッキで行ったんですけど、初手にゴレがなかったんですよね。なんでまあボンバー回して、まあ初手ゴレっぽい感じでゴレ出していったんですよね、まずはね。まずはね。はい、という感じで、ここ、まあプリン大ゴレで、なんだろうね、何のデッキだと思ったんだっけ。でもザッピー来て、まだいけると思ったんですよ。これも結構いい流れだと思ったんですけど、このポイズンですね、ゴレデッキ使ってて、ポイズンが世界一辛い。しかもこのダクネの、このミニペ型だと、もうポイズンが本当に辛くて、わあ、正直ここの瞬間にもう負けたと思いましたね。正直ね、この瞬間に、ああ、この試合もう負けたわと思いましたね。なんで泣いてますね。まあ、なんですけど、まあ、もちろんね、諦めずにやっております。で、今回ね、こうやっぱ気楽にできたっていうので、初めの動画とかでもね、初めのというか、あれか、1本目、これなんか、VSKK、VSXO で VS みかんさんの動画を出してるんですけど、VS 多分 KK の動画か、XO のマスト、XO の動画でも言ってると思うんですけど、やっぱ、非公式の大会で、特に何もかかってなく、こう気軽にできた、盛り上げようってエキシビションだったからこそ、伸び伸びとね、こう僕ができたっていうのをいろいろ言ってるんですけど、なんで、正直優勝つもりも、するつもりもなかったし、優勝できるとも思ってなくて、まあできたらラッキーぐらいの感覚だったんですけど、こう、決勝まで来ちゃうと、話が変わるんですよね。こう、まあ別に、ね、まあ負けたら負けただしってやってるんですけど、決勝まで来ちゃうと、さすがに僕も、まあ1回戦目でね、もう別に変わんないんですけど、負けたらやっぱ悔しいんですよ。こう、結局やっぱ、心のどっかでは勝ちたいっていう思いがあるんで、勝てたらいいなと思いつつ、正直若干勝ちたいっていう思いもあるんで、こう、やりながら決勝まで来た時に、めちゃくちゃ勝ちてえなっていうか、もういやこれはもうここまで来たら負けられんねっていう気持ちになっちゃうんですよね。決勝まで来ると結局ね、誰でもやっぱね、ここポイズンうまい、真ん中ボンバーを警戒してるポイズンですよ、これめちゃくちゃうまいポイズンですね。はい、でなんでもうここまで来たらやっぱ勝ちたいよねと思って、こうちょっと勝ちたいんですけど初手頃をしていくっていう感じですね。1本目負けても2本目あるやんっていう感じですね、僕としては。なんで、全試合1回戦目はいろいろ遊んでるんですけど、まあ遊びって言ってもね、僕の中でのガチデッキって感じなんで、さあ、ここね、ケツゴレしちゃえばよかったな、ミスったな、アド取ってたのに。これ、ちょっともったいないですね。ケツゴレしてたらワンチャンいけてたな。まあ、まだ負けてないんですけどね。はい。っていう感じで、まあやっぱ、まあ、やっぱ勝ちたい。元チームメイトだしってね、みかんさん。いろいろお世話になりましたし。あのみかんさんですからね、やっぱ。ここでね、優勝させるわけにはいかんと思いつつね、はい。ちょっと頑張ってはいるものの、一戦目ちょっと押されて、若干押されてるのかな。さあ、で、こう、あんまね、まあ言ってもいい、まあ正直別に言ってもいい、何も悪いことでもないんで言うんですけど、なんとですね、この大会、これまだね、どこの動画でも言ってないんですけど、この動画、この大会が、始まるときかな、夜9時からだったんですけどね、でもけど、夜8時ぐらいですかね、もう8時半ぐらいって言ってもいいぐらいに、彼女がね、なんと岡山から、来てくれました。パチパチですね。これはですね、本当に、事前にね、こう3月の何日に来るみたいな、言ってて話してて、時間も偶然そんぐらい、時間はたまたまそうなったんですけど、本当にもうし、1ヶ月ぶりですよ、皆さん。さあ、1ヶ月ぶりです。1ヶ月ぶりに僕は彼女に会いました。もうね、嬉しいです。それはもう皆さんも想像してみてください。まあ、友達でもいいですよ。家族でもいいですよ。まあ、彼女がいる方がね、彼女は1ヶ月ぶりに会えたら もちろん嬉しいじゃないですか、こちら。ね、こう、彼女との時間を過ごしたいですけど、やっぱこう、大会があったことによってね、まあ、それは、僕のプランニングのミスっていうわけでもないんですけど、別に。
なんでこう彼女横にいて、まあ別に彼女はなんか頑張れとかも言ってなく、ただ携帯いじってましたけどただ携帯いじってましたけど、こう僕はね久しぶりに彼女に会えたっていう嬉しさのおかげでね、もしかしたらねいい感じにここまで勝てたかもしれないですね。正直関係ないと思うんですけど、本当にただののろけやんみたいに言われるかもしれないですけど、のろけでもないんですけど別に。そう、久しぶりに彼女に会えて喜びから本領を発揮できている可能性もね、まあ、ないこともないかもですが、そう、このままもうね、ファイボナイミカさんがこのハンターマジェチホークでトロ上がってたの知ってたんで、ああファイボナイよねと思いつつ、でこの2戦目のデッキ戦ってか僕勝ちで格だと分かってましたね。1本目これで負けて、でミカさん事前にウォールブレイカーとかコカツとか使ってて、ミカンさんのデッキに対してホバリングが刺さるっていうのはすごい思ってたんですよ。ずっとミカンさんと試合する前から思ってて、1戦目からこのロイホクを出したら勝てるなと思ってたんですよね。正直このホバリングは絶対ミカンさんに刺さって、このロイホクだったら、まあ、ミニペ多いし絶対勝てるなって分かってたんですけど、まあ、やっぱエンターテイナーちょっとねやっぱやりたくなっちゃうな、そのね変な習性あるんで、1戦目初手これでいったらまんまとボコされて、で2戦目はまあ絶対取り返すようでこのロイホクでいきましたね。なんでここまではまあ言ったらプラン通りというか分かってましたね。1-1にして最後どうしようかなというか、まあ初っ端勝てたらラッキーだったなんですけど、まあやっぱそううまくはいかないんで、でまあ1本取られてからまあここですね。もうこれはねまあ相性がいいと思いますね。これでマジアチャー対決制すようにスケとアイゴルでここ微妙に延命してるところもねちょっといいんじゃないでしょうか。そしてここには早めのウッドからの、ここのマジアチはねホバリングが射抜いてくれる、これがね優秀ですね。しかも僕のホバとマジアチはスペルがないんで全部生きて、まあ、ミカさんクエイク腐ってて、ででもミカさんのマジアチとかあのロイフには僕は5打てるんでいつでも緊急回避ができるっていう状態ですね。これはなんで結構いい相性を取れましたね。デッキ相性ここはねいいデッキ選択だったんじゃないかなと思いますね。まあ、このデッキを使う瞬間から正直勝ったと思ってましたね。これはなんでまあ嬉しい勝利ですね僕としては。さあダブルマジアチャで射抜いていきます。さあここで 1-1 ですね。次ですよ決勝戦、まあ、僕が優勝したということはみたいなのあるんですけど、まだねまだね、どんな形で優勝したらくるか分からないですから、みかんさんがこう、まあ、暴言吐きまくって、うんぴーって、ね、退場しちゃったから優勝みたいなパターンもね、まあ、ないこともないんでね。あんま言い過ぎないようにね、そうやっていくんですけどさ、煽ってますね、僕は。で、僕はなんとここでね、ラスト。まあ、やっぱ最後はミラーだよねっていうので、ここね、ミラーデッキで挑んでいきます。本当に公式大会だったらあんまできないですからね、こういうこと。こう何もかかってないねオフななんかね楽しい系のイベントだからこそできるねこう思い切りの良さですね。こう最後の最後こうミスしたら負けっていう場面でめちゃくちゃ攻めてこう思いっきりねやるみたいな感じですよね。ファールしたら退場するけどめちゃくちゃね派手なプレーするみたいな、まあ、そんな感じですね。思いっきりがね僕としてはすごい良かった大会だったのかなと思いますね。これも結構ね今後生かしていきたいですよね。こういう何ていうんですかねデッキの選択というか思い切りの良さもやっぱ大事だなと思いましたね。そこがマスケで近距離を抑えてきますね。で僕はこれ高回転ロケ4ミラーでビカンさんがメガナイトウォールブレイカーか、まあウォールブレイカーはウッドで処理できるんで、でディガーがあったら、まあ、ミニペカーウッドミラーが緊急できますね。ウォールブレイカー、ディガーまでされたら、相手の5コスの攻めは、まあ5コスで守って、まあトントンぐらいかな。ダメージ若干入るって感じなんですけど、まあ、緊急回避できるのと、ミカンさんがザップなんでね、ディガーザップなんで、まあディガーをロケット押しに当てられると、僕のロケット押しやられちゃうんですけど、正直、ロケット押し逃げちゃうんですよね。ディガープラスザップを同時に撃たれたら、まあやられるぐらい。同時に撃たれても、ロケット押し避けちゃうんですよね。逃げちゃうんで、やっぱロケット押しが残るっていうのがこのね対戦のこう大きな勝因を分けたのではないかなと思いますね。ここうめえっすねマジで。マスケが僕としてはこれ厄介なんで、これも避けてますね。方針マスケはね徹底的に処理しようと思って、
ここのスケもいいですね。ディガー結構当ててたんですけど、毎回延命されましたね。やっぱそういう細かい部分は、さすがですね。なんで、これ結構、じりじりな戦いが続きますね。そのロケット押しがやっぱ苦しいっていうので、相手のやっぱ苦しい部分を積極的にやっていきますね。で、このロケット押しはまあやられてもいいようで、2体目のロケット押しを延命しつつ、さあ、ここはウッドプラスのスケですね。これ覚えておくと大事ですね。ウォールブレイカーに対してウッドプラススケで、守れてますね。ウッドプラスアイスピでも完封できますね。なんで、読みザップとか、読み矢の雨とかされちゃうと、で、スケが殴れないと、まあ、ダメなんですけど、スケが一発殴って、ここですね。ウッドからの、多分、スケかな。そう。これですね。これで、スケがちょっとでも殴れば、ウッドとスケで、ウォールブレイカー処理できるんで、これ覚えておくだけで結構ね、ウォールブレイカー簡単に抑えられますね。で、僕のダメなところは、ディガーの飛ばす位置がほぼ毎回一緒っていうことですね。で、ここは、さっきから読みザップが来てたって、これ、読みザップしてるんですよ、ミカさん、スケルトン読み。なんで、それを分かってて、ミラーウッドでかわしましたね。1回目ウッドスケで守って、2回目もウッドスケで守って、さすがにみかんさんって上手い人だからこそ読んでくるんですよ。あ、さっきからずっとウッドスケで守ってくるなっていうのを多分バレてるんで、だからこそ僕は、待ってウッドミラーで処理しましたね。なんでこれは読みの読みでいけたんじゃないかなと思いますね。大事ですよ。なんで次はどう守るっていう心理戦ですよね、この時点で。さあ、ここは逆サイ攻めて、ミニペディガーの順じゃなくて、ディガーミニペの順で出して、ミニペをメガナイトの防衛に使っていきましたね。なんで、ディガーを使う、とかユニット使うときに、ミラーあるよねっていう感じで、どの順番でユニット咲こうっていうのもちょっと考えてますね。何をミラーしたいのかっていう感じですね。その場面場面で。今回なんで、ウッドとミニペッカとロケット押しミラーしてるんですけど、こう、やっぱ相手によって、状況によって何をミラーするかっていうのが変わってくるかなと思いますね。さあ、これロケット押し一回飛んでくれるんですね。避けてくれるんで、避けてからスケで延命ですね。で、ここウッドがなかったんですよ、僕手札に。なんで、ロケットで防衛して、必死にね。で、コウモリ避けでアイスゴールで、もう今必死ですね。残り30秒ってここら辺で多分見て、あー、これそろそろ削んないといけないなと思いつつ、このロケット押し延命したいなーって感じですね。考えてますね。で、ロケットで削りたいなーとも考えてて、さあ、ここはロケット削りですね。もう時間がないので、最後、ウォールブレイカー入るだけって考えたときに、ロケット2発撃っちゃえば大丈夫だよねー、ロケットミラーですね。これはね、決まりましたね、本当に。すごいこと、うまくいきましたね。っていうので、最後ね、こう、ダメージ差をロケットミラーでひっくり返して、勝利という感じで、これでね、優勝が決まりましたね。いやー、楽しかったですね。みかんさんとこういうガチ勝負とか、まあ、いろんなプレイヤーとガチ勝負することって、まあ、言うてそうないので、こういうのがあるとね、めちゃくちゃ楽しいなと思いましたね。はい。というわけで、今回ね、なんと優勝できました。パチ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 というわけで、次もね、こういう大会があればね、頑張りたいですね。マジで今回の大会はこういろんなねデッキ一通り見ると、まあ、ロケホミラーに、まあ、ロイホが結構普通かな。あと初手ゴレ、あとはスケラフリーズですね。ポイズンよりは僕フリーズ好きなのはスケラフリーズとか親衛隊で三重視、そしてミラーっていう感じで、結構こう僕だなっていうデッキでいろいろ勝てたんで、結構自信にもなりましたし、すごい楽しめましたね。なんで、まあそうですね、なんでなんもないんですけど、まあ、ご視聴ありがとうございました。というわけで、応援したいと思います。みかんさんのね、チャンネル概要欄にも貼っておくんで、ぜひ、みかんさんの動画も見てみてください。オレンジジュースにしちゃいました。バイバイ。